みこと申します。よろしくお願いいたします。ということで NGU アイドル早速始めていきたいと思います。ですね、これがですね、前回から実は結構時間が経っておりますということで始めていきます。こんな感じで6 days、23時間16 15分みたいな、おい1週間ですいや前回ですね、前回なんかタケコプターみたいなインベントリーのこれですね、タケコプターみたいなのを撮るのに大変だったよみたいな話をしたんですけれども、今ちょっとアドベンチャーを効率よくやるためにちょっと装備変えてるんですけれども、今回この装備を揃えるのが大変でしたこれが大変でした。でなぜ大変かと言いますとね言いますとですね、今ちょっと塔やってたんですけれども、ここの、これこのですね、起点、誰か分からなくて、でも今の、こっちで見よう。じゃあ他のやつは良かったんですよ、他に出てくるこれとか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 これ、あとこれは違うかな、これもだっけかなどうだっけかな、あでもこれは戦ってないみたいな、これは戦いましたね。なんかフェイバーテクストっていうのが、違うフェイバーじゃない、フレイバーテキストフレイバーテキストっていうのが出てればアドベンチャーで倒してるんですけど、これ出てないっていうことは出てないですそのなんでこうやつらめは良かったんですよ、結構早めに倒せるようになったんですけれども、なんて言ったってこれキッチンインアマメッチウーマンとにかくこの猫の頭したウーマンですよ。これがですね、攻撃を食らったらもうダメ攻撃なんて言えばいいのかな、攻撃されたら一発死なんですよ攻撃力がすごい高いわけでもないんですけど、なぜか一発 KO になるんですよ。でこいつを倒すにはどうしなきゃいけないかっていうと、そのこの人が攻撃するまでに一定時間あるんですよ。でその一定時間の間にこっちがバンバンバンって攻撃仕掛けて倒せれば、その攻撃前に倒せるんですけれども、攻撃食らったら最後絶対死ぬっていうのがこれなんですよね。でそのアドベンチャー今ここでやってるんですけど、その今いろいろ試行錯誤をしていったっていうか、まあ主にここだと思うんですけど、ここをガンガン上げて、あとはそのアイテム、あとここの剣をめちゃめちゃ頑張ってあげて、ようやくそのパワーと、マックス HP をそのトレーニングとインベントリーでつけれる防具によってあげて、ようやくここもスムーズに回転できるようになりましたよっていうの。でもそのスムーズに回転させるまでに2日くらいかかってるんでで、あと残りの4日でアイテムを集めるみたいな感じで結構大変でした、今回は。もうもうそんな感じなんですけれども、そのただいまちょっと困ってることがありましてまだここのアドベンチャーなんですけど、次の3期なんで塔のところやってたかっていうと、次のところですね、ちょうど次のモンスターいるんですけど、このなんか時々出てくるこのモンスターで、これをやろうとすると死ぬんですよ、すぐ倒せない、
今のモンスターが。さあどうしようかなみたいな。それで今困ってるのと、じゃあ次のエリアの倒せればいいのかなって思って、次のちょっと今 HP 溜まるの待ってるんですけど、そのこれですね、その次のさっきのなんだろう、なんかモンスターのボスみたいなのじゃないのをやろうと思って、次のエリア行こうと思って、ここですね、This guy loves to、 あ、これも違った、これはなんか新しい敵だった。これもなんかそのウォーリーを探せみたいなのがあるんですけど、これもそのうち多分やられます。結構攻撃力が高いで、やられやすいんですよね。で、まあ圧倒的に足りないのは HP が足りないで、なんで結構その HP 問題、前回同様 HP 問題が低すぎて、パワーとタフネスは結構大丈夫なんですけど、これが大変だなー、どうしようっていうのが最近の悩みです。で、どれだっけ、これウォーリーだっけかな、あ、違う違う、次のエリアのところもですね、これ結構すぐ死んじゃうんですよ本当に。でこれに関して言えば、パワーとタフネスが70万70万とかになってるんで全然勝てない。で、あ、じゃあボーン変えたらいけるかなと思って今ボーン変えてみたんですけど、今っていうかつい最近全部揃ったと思って変えてみたんですけど、まあ、全然倒せないですよね。困った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 。で今つまずいてる途中です。で、あ、まあ最初にユグドラシル忘れちゃいけないの、ユグドラシルやっておきましょう。で今ですね、ユグドラシル、あ、ここでも多分上げれると思うんですけど、今あんまやってなくて、今はシードを集めるためにハーベストにして今調整してたんですよ。でそしたら今ちょっとイートフルーツに変えようと思うんですけど、1627集まりました。なんで、ここのでもパワーフルーツとかでも結構伸ばせるのかなと思うんですけど、でも HP は無理なんだよな。今回はですね、まずひとまずやりたいことは、まあファイトボスしてリバースしようかなとは思ってるんですけれども、ここに関しては進展はないのかな。あ、進展あるのかな。そのここ多分お金が増えたからだと思うんですけど、前はここのドロップチャンスしかここチェック入れなかったんですけれども、多分お金じゃないかなと思うんですけど、ここも2番目に、チェックつけれました。なんで私1つだけかなと思ったんですけど、条件揃えば2つとか、あ、でもこれなのかな、スロットユース、あ、お金じゃないです、今気づいた、今、D ギアスロットユースっていうことで、これ2分の2できるよっていうことか、あ、じゃあこっちとかにできるのか、わお。あ、そういうこと、アドベンチャー、あ、これアドベンチャー、これ増えるんじゃない、ダメなのかな、え、アドベンチャーこれで増えてる、わかんないな。ちょっと待って、外してから見てみよう、あ、増えてる、今49万と31万だったのが、ここにするとビヨン、ここにすると49万と37万。あー、57万とかになって、あ、ここにも上げることできたのか、なるほどね、今気づきました。で、ここは今2分の2だから、これ、あー、そうなんだ、
これスロット増やせないのかな。あでもあ無理かも無理かも。あビリヤードスロット、ああこれ変えるんじゃない。ビガこれだこれでスロットっていうことはこれ増やせるんだ。ここできっときっとね増やせるんじゃないかな。あでも2万5000必要で今私持ってなーす私持ってない。ダメだけれども増やすことできるんだ。でここをやると、ああここをやるとできるようになる。は新発見ドロップチャンスとワンデューズとステイトは何だろう。エナジー、マジック PP、 あ PP とかもできるんだ。あーでもお金がすごいかかるあーこれでもお金があればどんどん上げていけるんだな。どうしようかな。今回リバースするんで、あー結構お金大丈夫そうだからこれアップしていこうアップしていこう、みんなアップしていこう、アップしていこうちょっと待ってアップできるのアップ、これはアップした方がいい。これでコスト、これアップできないの。あ違うアップできるわ。あー紛らわしいなんかアップしとこ。あこれでも増やせるんですね。これでも結構増やせそう、いろんなの。あこれも結構便利グッズだ今更これで、15、30、60。あーダメだな、全部上げれないな。でこれで18とかやったらこれ結構上がるんじゃないかな。アドベンチャー、あー上がってる。でもマックス HP が上がってないマックス HP はダメだな。パワーは上がる、タフネスも若干上がる。これでどうだ、新展開。今動画を撮影し始めての新展開。あでもダメだ、タフネスが私ダメだ。でもさっきよりかは良くなってきてるかな。まあ、ちょっと進化したよ進化したからいっかってな感じであとはこのオームとかですね、あのブーストを頑張ってあげるしかないかな。あげよう。そうしても、でもこれやっても急には上がらないって感じだもんな。あとはあげるとしたらここかな。これ43今溜まっているけれども、まあいっかで今回はですね、あ先にこれ倒しましょう。違う先にやりたいのはこれじゃなくて、あの新しい防具まだ見てないですよ新しい防具できたんで先に見ましょう。ブッチャーでも今すごいこれお気に入りなんだよな。これでしょ。で、前回出たのはこれです。次です。青一色マン。はい。若干のロックマン臭さを。ロックマン私やったことないですけど。なんだろう、青の防具って言ったらロックマンっていう風な。でも剣持ってない。
ないよな。ピストル、ピストルじゃない銃みたいなのだから剣じゃないからな。なんかまあ可愛らしいっちゃ可愛らしい。あね、なんか一旦ちょっと軽装になったんですけれどもね、これもなんか防御力はあんまよ強くないような気がするんですけど、防御力はちょっと強くなりましたね。でも下半身がなんかここから下のあれこれなんかちょっと弱そうだなそんな感じ。新しいのが手に入りました。あとは大丈夫かな。あとはない。いやーでもこれお気に入りだなでもまあ新しいのが出たのでこれにしましょうということで、結構倒せると思うんで今回倒したいとは思います。でちょっと倒してから考えようかなとは思ってるんですけど、まずいきます。ファイト。あ、これは最初の画面に出てきくるペンギンさん、北極、あ、南極ペングイン、あーやーペングイン、このペンギンだよな、ペンギンって書いてるもんな。いやー、じゃあ次行きます。はい、123 いや、なんか中央に怖いのがあるなんかこれ、なんて言ったんだっけこれなんか氷で作るやつですよね。これ北半球のやつじゃないかな、南半球にもあんのかな。なんかこれでも今ちょっと頭よぎったのは北半球にこうなんだろうと、北極の近くとかで氷で作るやつ、南極にもあったらすいません、南極っていうかな、南半球の南極付近にもあったら申し訳ないんですけど、この北の北極はアラスカとかかな、なんかこういうのありますよね。なんかでもそこにペンギンいないんじゃないかなっていうふうに今ちょっと思ったんですけどそれが頭の中にぐる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 回ってたんですけど、でもまあね、これ別に地球とは限らないですからでもなんかでもその中央のがなんかペンギンの頭が並んでそうな感が、違うのかな、ペンギンが並んでるだけなのかな。行こう、はい。はあ、急になんかなんか大人な人が出てきた、可愛いペンギンから。まあ、次行きましょう。ファイト。ラット。え、チョコレート。チョコレート。You've unlocked a new zone。新しいゾーン。新しいゾーンには行くんだけどな。アドベンチャー全然倒せないんですけど。これはまあ後で振り返っていきたいと思います。ファイト。ミミック。ミミックですね。これチョコレートミミック。もうミミックはね、もう嫌な思い出しかない別なゲームミミック別なゲームで、もうなんかトラウマ的な感じでしかない。宝箱だって開けたらミミックで、で、あ、じゃあ倒しちゃえと思った。ミミック超強いよ、超強いよで死んだっていう思い出しかないですじゃあこれはもうサクッと倒せるんで倒します。ペアッ、え、なんだろう、クローバーバーかな、チョコレート、チョコレート、でもチョコレートなんですね、ここのチョコレートエリアなんです。チョコレートおじさんチョコレートおじさんがいる。フリーマン、フリーマン、キスザー、なんとか言ってんだろう、わかんないよ、さよなら、ファイトチョコレートフォンデュかな、チョコレートフォンデュ美味しいですよねだけど自分の家ではできないチョコレートフォンデュは、他のところに行かないと食べれないんで自分の家では絶対なんか後始末とか残ったとことを考えるだけで嫌になるんで自分家では絶対やれない
チョコレートフォンデュ倒しましょう。はい。あ、あれ？チョコレートスライムってこのスライムすごい前に出てきたぞ。まあ後で振り返りましょう。チョコレートスライムは倒せそうなので行きます。はい。なんか似たようなのが出てきたぞみたいなのがたくさんいます。130のボスを倒しましたっていうことで実績が解除しましたね。で、ダークチョコレート、ダークチョコレートまた倒せないと思いますけどやってみましょう。ファイト。でよか感じで今回は130番目のボスまで行きました。でボスはもうある程度待てば倒せるわけですよ。ファイトボスはできるんですけれども、もうなかなかアドベンチャーがうまくいかない。で今回はこれ、あ、このポテトなのかな。なんだろう、まあジャズでもないのかな、ジャジーな人たち、バンドマン、バンドマンかな、これなんか違う気がする、サックスっぽいけど、まあいいか。この方々とこのペンギンさんと、これ何書いてんだろう、早く訳したいな。ただなんかここが、ね、急に何か大人な人が出てきて、でこのラットですよ、このラット絶対これですよ。このラットと同じチョコレートラットみたいな、あ、ラットじゃないですね、マウスですね。でミミック、ステッキ、なんだろうこれ、でフリーマンで、あのチョコレートフォンデュ、フォンデュか、フォンデュで、スライム、スライムもこれ昔出てきましたよ、最初のところで、これ実はブラウンスライムはチョコレートスライムだったのかなっていうような感じで、倒していきました。でですよ、ここでここでちょっと問題なのがですね、今現在、まああのここを上げる方法はちょっと分かりましたよ、ここを上げるとできそうですよっていうのは今回分かったんですけれども、しかもここはここに書いてあるように、あの2分のって書いてるんで2つだけ起動できますよっていう感じなんだと思う。でファイトボスもそんな無理なくサクサク、今1週間置いてるんでね、倒せますよ。ただ今お困り状態なのはこの世のそのファイトボスじゃないや、あのアドベンチャーのボスが倒せないっていう、これはその例えば今倒せるエリアをずっとやったからといってできるようになるもんでもないんですよね。で今完全にじゃないですけど詰まった状態です。リバースするっていう手もあると思うんですけれども、ちょっとでもどうなのかな、どうなのかな、リバースしてやった方がいいのかな、あー迷う。リバースしてみるか、リバースしてみてできるかどうかをもう一回試した方がいいのかな、わかんないな。はい、あのやるとしたらですよ、ルートとしては結構このナンバーが違うんで、もう一回リバースしてみて、あのどうなるかっていうのを試すか、その動画始まる前にちょっと考えてたのがこのチャレンジをやる、チャレンジをやるとあのボーナスとかつくんで、チャレンジを頑張ってやる
で今簡単にできるのはこの24時間チャレンジです。84までのボスを24時間以内に倒すっていうのはこれは多分できると思います。ただナンバーが1に戻ってしまうっていう欠点があるんですけど、それよりもそのなんでしょう、そのリワード来るものが大きいんでやる価値はあるかなっていうのと、トロールチャレンジどうしても1回失敗して勇気ある撤退してるんで、トロールチャレンジちょっともう1回チャレンジしたいなっていうのと、あとノーリバースチャレンジっていうのがあって、これはボス40まででリバースをしないでやるっていうのなんですよ。で結構その EXP とかも溜まっていろいろエナジーに積み込んできたんで、できるのかなっていうチャレンジをしてみたい。でこれもリワードが結構もらえるんで、やってみる価値あるかなっていう。このゲームってそもそもそのファイトボスして新しいボスを倒すっていう楽しみと、あとアドベンチャーで防具を集める楽しさって2つあって、ファイトボスの楽しさしか今味わえてない。アドベンチャーでガンガンボス倒して防具を手に入れたいっていう気持ちを消化できないままでいるわけです。リストも結構ね溜まってきていいなって、今回はこれですね、ここの青いやつを全部、揃えました。コンプリートボーナスもついてるはずなんで。なんでちょっとねリバースしてみますか、リバースチャレンジしてみますか。であと今日ちょっと長くなるかもしれないですけど、今ちょっと分かんないんですけれども、トロールチャレンジどうかな。動画分けた方がいいのかな。トロールチャレンジって前ちょっとやった時に全然放置できないじゃんみたいな感じで出たんですけど、トロールチャレンジにチャレンジしたい今の気分はっていうことなんで、今回はこの辺りにして、次回、この後にするのまたやりたいと思うんですけど、トロールチャレンジをしてみたいと思います。今日意外にそのこれこれとかをやってったら結構時間伸びてしまったんで、トロールチャレンジをちょっとやってみて、ちょっと考えてみたいと思います。ということで考えながらね、ちゃんとやるところでした。これですね、このトロールチャレンジってリワードが結構7回やらなきゃいけないんですけれども、結構いいのが来るんじゃないかなっていうふうに思います。で、できなかったら今度は24時間チャレンジに、トロールチャレンジやってみてよく分かんなかったら24時間チャレンジをちょっとやって、あとノーリバースチャレンジとかもやってみたいなっていうふうに思うんで、まずはトロールチャレンジにチャレンジしたいと思います、次回は。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。また、次の動画でお会いできると嬉しいです。それではさようなら、バイバイ。